戻ってきた。シュシュ言ってるし、これさあれじゃない、またあのなんか岩がさあのホログラフィーになってるパターンじゃない。ダメだ、わからん。ここも通信街だからつなげないし、はしご持って、はしごをどっさり持ってくるしかないかな。ここはジャンプでいけそうだね。ここ行けるわ。看板。やべ、雨降ってきた。最悪だ。多分ね、この上だと思うんだよね。あれでしょう、多分ジャンク。ジャンク屋。でけえな、それにしても。うーわー、マジでー。マジでー。マジでー。明日。今建設装置1が壊れた。1個しか持ってないんでね。だから捕まったら終わり。待って、ここじゃないの？ここじゃないの？ジャンク屋。いた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 、いましたいました。
ッケー抜けた。え、何ここ、何ここ、なんだここ、高速道路の跡か。やっぱり自我中毒を起こすよ赤ちゃんが。やばい、僕はどこに向かって歩いてんだろう、何を目的に歩いてるのか。そしてなんか国道復旧ポイントがあるな、あそこに国道復旧ポイントがありますね。17、16、14、15、16、17とあるわけだ。よし、いなくなった。わこいいね。あ、どうも、いつもありがとうございます。ちょっとさ、どっかにあれないかな、誰かのセーフハウスないかな。フラジャイルジャンプで帰りたい。旧時代の車ですね、これ。もう靴は壊れかけだし。すごいブリッジーズのなんかあるね。ママ研究施設だって。ママ、生ママに会えるかもしれないですね。まあこのゲーム生の人間に会えないですけど。アクセス拒否されてるんだけど、あ、こうか、これか。あはは、できた。話もしてくれないけど、プライベートボックスは使っていいよと。壊れたやつを置いていきましょう。もうだからはしご持ってって直通道路を作っていかなきゃダメだね、ジャンク屋はね。そうするか。問題はどうやって帰るかだ。問題はどうやって帰るかだよ。どうやって帰ろう。ここを渡ってってこっちに抜ける。で、牧場から飛ぶ。あ、このセーフハウスから飛ぶか。まあ、最悪そうですね。配送をしないとね、あれだよね、見向きもしてくれないっていうのはひどすぎるよね。これが最後の国道だね。これが最後の国道、サウスノットシティ検問所。もう国道終わってしまう。いや、あの他にもあるからそれは問題ないと思うんですけど。おいマジで入れてくんないの。ああ、びっくりした。勘弁してください。でもね、配送センターはね、無視されると思うんだけどね。どうせ無視するんだろうみたいなね。プライベートボックスしか貸してくれないんだろうっていう予感はビンビンしますが。ほら使えないもん。雨宿りすらさせてくれない。もうなんて冷たい世界だ。ふざけんなよ、この。